繰り返しになりますけれども、消費税は価格を転嫁していただくということを予定している税でございまして、事業者の方々が消費税を価格に転嫁できるように政府としては取り組んでいきたいということでございまして、先ほど数字をご紹介した通り、その適切に転嫁がなされている比率はかなりの程度高いというふうに認識をしております。愛信請求は2021年に愛信 AW を吸収合併して愛信となった。愛信、デンソー、トヨタ自動織機はトヨタグループの中でもトヨタに直接部品を供給できるティア1でトヨタ御三家とも呼ばれる。ミスターインボイス星野嗣彦は2023年6月愛信に天下りした。一般の事業者の消費税率は 10%、 軽減税率は 8% だが、輸出大企業の輸出売上にかかる軽減税率は 0%、 その上仕入れ税額控除分が還付される。トヨタの場合、輸出売上高に対する税額は ⑩0円、国内売上高プラス固定資産譲渡等の消費税は 10% で、⑪2899.8億円プラス⑩314.9億円イコール2914.7億円、それらを⑤、仕入れ等に対する税額8918.5億円から引いた603.8億円が還付された。